くせに。キアナやっと来てくれた。私たち待ちくたびれたよ。私たち、どうして？作戦はうまくいったのに、人形は消えたはずなのに、とか思ってるでしょ。どういうことか知りたい？知りたいよね。なら来て、来てよ。あなたの決意を見せて。人形が生きてる。支配劇場もまだ消えてない。道理で断りの律者の力が戻ってないわけだ。でもどうして？見逃した人形がいた？それとも1000体以上いたの？やっぱり私たちは間違ってない。あなたが一番資格を持ってるよ。資格？何の話をしてるの？あなたのことは知ってるよ、キアナ。私たちの都市を救ったヒーロー、空の律者キアナ。あんた、天球市で暮らしてた人？そうそう、会ったこともあるんだよ。あなたはもう覚えてないだろうけど、私はずっとあなたに会いたかった。面と向かって感謝を伝えたかった。あの頃の私は普通の中学生だった。天球市の郊外で暮らし、一度もそこを出たことがなかった。でもある日、怪物が学校を襲って平凡な日常を破壊した。学校が廃墟になって、私の友達もクラスメイトも先生たちも瓦礫の下に埋まった。彼らの助けを呼ぶ声はどんどんと弱くなっていき、やがて静寂が訪れた。なのに私はその横で泣くことしかできなかったの。私の人生はここまでだ、もう誰も私たちを助けてくれないかもって思いながら、私はゆっくりと目を閉じた。その時、あなたが現れたんだ。あなたは笑いながら私の頭を撫で、もう大丈夫、よく頑張った、救援はもうすぐやってくるって言ってくれた。私とそんなに年が離れてないのに、あなたの笑顔は揺るぎないもので、勇敢で綺麗で眩しかった。まるで光みたいに私を照らしてくれた。私は涙を拭いて、立ち上がる勇気を振り絞った。学校は廃墟になっちゃったけど、少なくとも私はまだ生きている。その時の私にとって、あなたは希望の化身だった。努力すれば何もかもがうまくいくと信じてた。でも私は勘違いしていた。生き残った私は避難の的になった。同じ区域の子供たちもそこの学校の生徒だったのに、生存者は私だけ。周りの家庭のほとんどがあの災害で家族を失った。彼らは互いを支え合い、励まし合ってた。でも私の両親とだけは距離を置くようになった。どうして私だけが生き残ったのか、そんな声が少しずつ増えていき、最後は憎しみに変わった。誰も居場所をくれず、誰も両親に仕事を与えなくなった。災害の救援も様々な理由でうちの申請だけが遅れた。災害は私たちを潰せなかったけど、同胞であるはずの人類が私たちを潰した。母は毎日のように涙を流し、勤勉だった父は酒に溺れ怒りっぽくなった。ある日、酒を飲んだ父の独り言を耳にした。あの子もあの災害で死ねばよかった。あの瞬間、私の中で何かが張り裂けそうになった。そして
私の耳元でささやき声が聞こえた。ようこそ支配劇場へ。もしあなたが私を助けなかったら私は苦しまずに済んだし、両親だってもっといい暮らしができたはずだとだんだんと考えるようになった。しばらくしてまたあなたのことを耳にした。あなたがあの爆弾を止め都市を丸ごと救ったと。でもそのせいで私の苦難はまだ続いた。あなたが良かれと思ってしたことが私により多くの苦しみを与えた。人の心の卑劣さは災害よりもずっと恐ろしい。こんな世界なんかに最初から本当の救済なんて存在しない。生きることが死ぬより苦しいならどうして私を助けたの。未来が今よりも暗いならどうして光を見るように言ったの。あなたがヒーローならどうして私の両親を苦しめ彼らの人生を壊したクズたちを助けようとするの。やっとここで私は答えを見つけた。ほらこの劇場にいる人はみんなそう。この世界にいるみんなそうなんだよ。盲目的ですぐカッとなる。自分本位で悲観的で自分の欲しいものもすべきことも分からず、ただ他人の言いなりでかわいそうな役者で、そして愚かな人形。あなたに礼を言わないと。あなたが私をこの絶望的な舞台に上がらせたのは私にそれを教えてくれるためだったんだね。私も彼らと何の違いもない。私も卑劣で醜い人類の一員だよ。いや、惑わされないよ。あんたは支配の律者、人類じゃない。あんたが彼らの負の感情を大きくし、極端な結論を出すように誘導したんだ。あんたは所詮人類の考えを真似する人形。人の心はそう簡単じゃない。あんたの宿主、あの女の子もそんな弱い人なんかじゃない。勝手に言ってれば。どうやらあなたはまだ自分の立場が分かってないみたいね。さあ来て、まだ聞かせたい話がたくさんあるんだから。あの子を助けたつもりがかえって辛い目に遭わせてた。私の努力が悪い結果をもたらしたの。また追いついてくれた。報酬として質問するチャンスをあげる。一回だけだよ。あんたの宿主、あの女の子はまだ生きてるの？はあ、なんだそんな質問か。つまらない。いいよ、答えてあげる。私たちは人類より正直だからね。あの私は一応生きてる。でも周りに仲間外れにされ、両親に冷たくされ、心が崩れつつある。生きてるよりも死んだ方がマシだろうね。それもあなたのせいだ。あなたが私を苦しませる奴らを助けた。あんな奴らはさっさと死ぬべきだ。あの爆弾でみんな死ねばよかったんだよ。そんなことさせない。もう一度選択する機会があったとしても、私はあの災害を阻止する。じゃあ、あなたは奴らの共犯者だ。人殺しだ。家族を失った辛い気持ちを生き残った人にぶつけるのは人の心にある悪だよ。でもあんたが言ったように、彼らが早くトラウマを克服するため互いを支え合い励まし合ったのは人の心にある善。誰にだって
心に善と悪が共存してる。だからそれは私が人助けを諦める理由にはならない。何それ、自分のための弁解？そうか、そうだね、あなた自身があの最大の悪だもんね。私のことをたくさん話したから、そろそろあなたの話をしようよ。どう呼べばいい？キアナ？実験体 K423？ それとも空の律者シーリン？あんたの目的ってまさか。当たりだよ。もう気づいてると思うけど、私たちは仲間になる素質を持った人のところに行ける。でも彼女の意識があなたに抑えられたせいで、糸をあなたに巻きつけることができない。彼女を劇場に招待することができないんだ。だから決めたんだ。何に変えてもあなたを私たちの劇場に引っ張り込むってね。私たち一人一人は弱いけど、みんなの力を集めればきっとあなたも隙を見せてくれるはず。あなたたちの罠や小細工、私たちの劇場で砲撃を仕掛けてきたことも私たちは全然気にしてないよ。だってあなたが劇場に入ってきた瞬間から私たちは成功してるんだもの。さあ最高の場所を選ぼう。そろそろ終幕の時間だから。支配の律者、最初からこれを計画してたの？道理で仲間の犠牲を全然気にしないわけだ。人形が増えた。戸惑ってる？悩んでる？あなたの考えが読めるよ。でもそんなの全然意味がない。人形は所詮人形、あなたたちは本物の支配の律者に一度も気づいていない。ここはいいね、見晴らしがいいし、最高の演目を行うのにふさわしい。もう終幕の時間だけどね。おやおや、役者がもう待ちわびてるみたいだ。あんたたちの本当の目的はシーリンの意識を刺激し、空の律者を再び目覚めさせること。そう、そうだよ。今外の奴らは一件落着とか思ってるでしょ。みんな普段の生活に戻りたいとか思ってるでしょ。ネゲントロピーは怪しいと思いつつも、民衆の圧力によって危機は去ったと言わざるを得ない。さて問題、もしこの時私たちが再び登場して、さらに空の律者を連れていたら、人類たちはネゲントロピーをどうすると思う？そうそう、ベルトたちはずっと、キアナ・カスラナは自分の力をコントロールできていると言ってたね。そんなことはさせない。でもそれは今までの計画に過ぎない。今回の行動で意外な収穫があった。キアナ、あなたはシーリンよりも私たちの一員になる資格があるかもしれない。さあ来て、あなたのための審判が始まるよ。審判、審判、審判。静粛に、静粛に。今から新メンバーにその資格があるか審判を行う。名前を言え。知ってる、知ってる。彼女はキアナ、キアナ・カスラナ。いや、彼女はキアナなんかじゃない。かわいそうなやつ、名前も人から盗んだものだったな。
でも心配ない、心配ないよ。ここのみんなだってそう、みんなあなたと同じ敗者なんだから。あんたたちの基準で私を判断しないで。おや、私たちが嫌？あなたにそんな資格がある？私たちは人形だけど、あなたはどうなの？コアの入ったクローン実験体？うわ、人類じゃない。そもそも人類じゃないんだ。静粛に静粛に。新メンバー、罪を白状せよ。知ってる、知ってる。あなたのせいでジークフリートという男が全てを失った。あなたを助けるために彼は娘を失った。器の大きい彼はあなたを育てたのに、恥知らずなあなたは彼の腕を切り、彼をパパと呼んだ。あなたが自分をコントロールできず、おとなしく閉じ込められるつもりもないせいで、あなたの友達はみんな帰る場所を失った。あなたは美しい世界を守るために戦うと言いながら、自分の先生をその手で殺した。あなたは親友を傷つけ、そのせいで彼女はあんな危険な場所に身を置くようになった。あなたはヒーローらしいことをしてるけど、あなたの周りにいる人はどんどん少なくなって、世界はますますひどくなった。あなたは悪人、罪人だ。あなたの人助けでその罪をあがなうことなんてできない。知ってる、私たちは知ってるよ。あなたの心の声を、本当の考えを、そこの見えない絶望と苦しみを。あなたは私たちの誰よりも苦しみの味を知ってる。あなたはこの世界の誰よりも人形の宿主になることに向いてる。自分を見極めて現実と向き合え。もうあんたたちのデザラメを聞き飽きた。このバカバカしい審判、そろそろ終わりにさせてもらうよ。あんたたちに惑わされない、私は屈しないし絶望もしない。はあ、せっかく第二律者の記憶をわざと見せたのに何も感じないの？恥ずかしくならないの？やっぱりあんたたちの仕業だったんだ。悪いけどそういうのは聞かないよ。私を信頼して支えてくれる人が私の周りにたくさんいて、彼女たちが私にすべきことを教えてくれた。それを利用して私を動揺させるつもりなら諦めた方がいいよ。あなたを信頼して支えて、あなたをかばって放任しての方が正しいでしょ。あなたが空の律者であり、人類最大の脅威であると知りながら、リスクを冒してあなたを生かした。命がけであなたを守って、あなたを呼び戻す人もいた。しかし、彼女たちにそんなことをする資格がある？セシリアでも姫子でも、シーリンやあなたを助けた時、他の人たちのことを考えた？そのせいでたくさんの人たちが恐怖にさらされることを考えた？いや、彼女たちは数千万の命を考えずに、あなたを、いつ爆発するかわからない爆弾を、救いようもない罪人を選んだ。それがあなたの言ったすべきこと？自分勝手、所詮は偽善者の自己満足だ。もういい。怒った？仲間が悪く言われるのが気に入らない？誤解しないで。あなたにもいろいろあって、何を言われてもあなたの意思が揺らがないことくらい分かってるよ。でもそんなあなたにも心残りがあって、埋められない隙間がある。
私たちはあなたのすべてを知ってる。あなたの心も苦しみもね。一般人が虚数空間で生き残れるわけがないと分かってるのに、あなたは何度も何度も自分を騙してきた。あなたはネゲントロピーの他に天命もヨルムンガンドもプレイグジェムを探してて、それなのに今まで何の収穫もないということを知ってる。本当は分かってるくせに真実を認めようとせず、自分を騙すかのように絶対連れ戻すからとか言ってたね。ほらほら、まだ誰のことかも言ってないのにもう分かってるんでしょ。彼女があなたの心にある一番弱い部分、あなたの永遠に癒えない傷だよ。もしもあの日に戻れたら、もしも彼女の命を救えたら、あなたは全てをかけて罪を償いたいと思ってる。でもあなたにそんなもしもは存在しない。動揺しないって言ってるけど、事実を目の前にしてもあなたはまだ平然としていられる。その時が来たとしても、あなたは自分の言った素晴らしさを信じられる？できない、できないよ。だってあなたは退屈極まりない偽善の道を選んだ。それは終わりのない愚者の道だよ。そろそろクライマックス、人の心を震わせる大逆転の時間だ。希望が絶望になった瞬間、あなたはどんな表情を見せる？早く早く来て、私たちによく見せて。どうだどうだ、見覚えあるだろう。誰がそれを持ってたかわかる？どうしてここにあるかわかる？プレイグジェム。そうそうだよ、心の中の答えを言え。村田姫子は